多比。多比は、高松市中部にある一地区で、高松市役所多比出張所の管内。多比上町、多比下町、鉄作町の山頂からなる。かつては、全域が、香川郡多比村、多比村として存在し、1956年9月30日に、高松市に編入された。地区は、高松市中部に位置し、 高松市郊外に位置する南北に長い地区である。人口は2010年時点で12,076人、男5,889人、女6,187人、世帯数は4,782世帯であり、1990年代以降は人口増加が著しい。面積は 4.04km で、高松市の地区の中では、普通生産に次い2番目に狭く、従って、 人口密度も1平方キロメートルあたり3150.25人と、高松市郊外の地区の中では大田、木、太市に次第3位の高さである。全域が高松平野の一部であるため、大きな起伏は存在しない。ただし、戦場地を形成する高松平野の特性上、地区の南に行けば行くほど標高は上がり、同時に、車道もきつくなる。 かつて地区内は基本的に他の広がる田園地帯であり、山村上に民家が点在していたが、特に北部は区画整理、大田第二土地区画整理事業、事業種、高松市が行われた影響で、高松市中心部のベッドタウンとして人口が急増し、ロードサイド店や住宅が多く立地している。それでも、地区の大部分にあたる、それ以外の地域は、 これまで市街化調整区域であったため農地転用をよる開発が制限されていたが2004年に県によってその線引きが撤廃された影響で農地だった土地が次々と宅地化しており意図的に道路や下水道などのインフラ整備が行われていなかったこれ地域のスプロール化や高松市全体の地盤沈下などが懸念されている。多比上町、多比下町、出作町。 高松市編入以前は、多日村を参照、高松市の平均と比較して、第2次産業従事者、プラス2.1%の割合がやや高く、第1次産業、マイナス0.7%及び、第3次産業、マイナス1.4%従事者の割合がやや低くなっている。地区内には多くの農地が存在し、 主に稲作を中心とした農業が行われている。しかし、特に区画整理が行われた北部では、農地が次々と宅地に転用され、その他の場所でも、指導多日上町19号線、指導上福岡多菱下町線の連続道路や県道147号、大高見町指導線バイパスなど新たな道路建設が進むにつれて農地が減少する傾向にある。 地区内に大規模な第二次産業を集中地帯はないが、中小の工場が点在している。かつては、雪印入業の高松工場があったが、2000年の雪印集団食中毒事件による業績悪化で、市入工場の整理の対象とな、同社の牛乳事業を引き継いだ、日本ミルクコミュニティには引き継がれず2002年に閉鎖された。指導上福岡多日下町線。 指導多飛上町19号線などの新たに建設された4車線道路沿いにロードサイド店が多く立地している。地区内の小学校は私立多飛小学校が存在し、中学校は私立龍雲中学校が存在する。小学校区は多飛小学校が地区の大部分にあたる県道164号3国家川線以北を校区としており、 また地区外の看板や市長の一部も校区としている。残る県道164号線以南の地域は普生産小学校の校区である。中学校区は全域が地区内にある龍雲中学校の校区となっている。太地の校名は地区内に位置する学校で、それ以外は地区内には位置しないが校区が地区内にかかっている学校。 この地区は1956年以降高松市の一部で、あるため地区単独での自治権は持たない。この地区の行政サービスの中心としては、高松市林出張所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは、公民館も兼ねていて、多比コミュニティセンターとして、地域交流、生涯学習の中心となっている。町別 地区内は区画整理の行われた北部を中心に道路事情が良く、また南部に対しても他車線の幹線道路の整備計画があるため、計画通りに行けば、今後さらに地区内の道路事情は向上する予定である。それに対し、公共交通機関においては、地区内に駅が存在せず、バス路線も、指導上福岡田菱田町線と香川県道147号、 大高見町市都線バイパスを通る一線のみであり、残る西部、中部、南部に至っては、地区外の大田駅、仏生産駅に近い地域を除くと利用可能な公共交通機関が全く存在しない。地区内の道路は、北部が、市道浅日町仏生山線や、市道上福岡田日下町線、県道147号大高見町、 市道線バイパスなど4車線の幹線道路と、区画性リズミの規則的な生活道路で構成され、南部、西部が、県道12号三木国分寺線や、県道43号中特造国高松線別線、一など、対面通行の幹線道路と線形の不規則な、農道を中心とした、生活道路で構成されている。市道朝日町仏西山線と、 県道147号大高見町首都線バイパスは2010年現在整備中で現在は北方面と東方面から来たこれら幹線道路は地区内で行き止まりになる形になっているが将来的に南方面は仏星山まで西方面は国道193号や国道32号まで貫通する計画であるこれらが完成すれば高松市中部に位置する東地区は 市内の他地区からのアクセスが飛躍的に向上する。地区の西にはこと琴こと平線の線路が通っているが、地区内に駅は存在しない。最寄りの駅としては、そのこと平線の大田駅と福生山駅が挙げられ、それぞれの駅に近い多比下町の南西部、多比上町の北西部、鉄作町の南西部では鉄道を利用することが可能である。しかし、それら駅を、 利用可能な場所は地区のごく一部であるため、やはり多市地区の代表駅的性格は持たない。なお、県道147号バイパスがオーバークロスする地点に新駅を建設する構想がある。地区内を通るバス路線はことバスの三メッセ、川島、西上田線のレインボー通り経由便が存在する。基本的に高松市東部小高松地区の前田山にある 高松局を受信する。その他、古い建物などでは、岡山県玉野市の金鉱山にある岡山局を受信している世帯もあるが、それらの世帯でもほとんどは加えて、高松局も受信している。高松局を受信する場合は、アナログ放送でも UHF アンテナ1本で全チャンネルが受信できるが、アナログ放送において岡山局を受信する場合は、 UHF アンテナと VHF アンテナの2本が必要となる。なお、デジタル放送はすべて UHF アンテナ1本で済む。県外派、地区内に主だった観光施設はない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。